皆さんこんにちは、和樹です。さあ、今日はですね、最近ちょいちょい見かけるこの僕一人の画角なんですけども、今日はまあ翔平くんがいないと言いつつも、ちょっと失礼ながらさらに強力なね、お友達をご準備しております。皆さん喜んでいただけるんじゃないでしょうか。どうぞはい、ありがとうございました。そうですね、ちょっと久々すぎてみんなテンション上がってるんですけど、うわ、うるさいうるさい、色がうるせえ。シットキングスでーす。お久しぶりです。久しぶり、本当に声での出演いろいろやってもらったけどさ、はいはいはい、突然電話が来た。そう、電話来た。多分だから最近登録してくれた人は、あの人たちって体あるんだって思ってこれがね、あのシットキングスです。僕が所属してる、はい、お見知りおきを。今日はですね、翔平くんいないのはちょっとスケジュールの都合で本当は行けほしかったんですけど、このメンツでね、ちょうどリハがあったからカメラ回させてもらおうということなんですけども、うん、今日は、うん、なんとシットキングスが、うん、BE:FIRST の、うん、BE:FIRST TV という地上波に出演することが決まりました。いやー、もうすごいよ。嬉しいね。今をときめく BE:FIRST の、はい、あの冠番組に、はい、ついにシットキングスが登場と、はい、今回じゃあ何するのか、のっぽさんから、はい、言ってもらおうかな。あれ、シャイニングマンやります。これはもうのっぽ先生が振り付けた大ヒット振り付けですが、そうですね、これをついにシットキングス4人と BE:FIRST みんなでコラボでダンスすると。すごくない？だってすげえ難しいってメンバーが言ってたじゃん、オーディションの時に言ってた。だし俺はあの和樹の種で、うん、あの2番だけ踊ってないんだけど、うん、他全部踊らせてやってたよ、ね、はいはいはい、ちょっとラッキーと思ったんだけど、うん、振り知ってるから。ただむずいよね、あれは。ちょっとね、ちょっとソータンに負けないようにしないと。そうだよ、すごいから。いや、もうソータンが勝負すぎたら負けるに決まってる。作戦は立てないといけない。そうだ、大人げねえな。そうだ、急成長してるから真っ向勝負。ソータの影響でみんなもすごくなってるじゃん。うん、すごい、ちょっとする気しない。緩急のさ、揃い具合がさ、シャイニングは特にすごくない。確かに、うん、すっごいみんなめちゃくちゃ踊り慣れてるんでしょ、うんうん、負けるよこれ。足引っ張んないよ。ちょっと勝ち負けの問題なの。勝ち楽しんでいく。勝ちに行かないよ。あ、そっちか。戦いでしょこれは。やべ、 BE:FIRST 対シットキング。うわ、おお、ちょっと怖いから翔平くんやってやる。ここに入れないから。振り付け師なのに生きすぎだ。ちっちゃさんだ。ちっちゃさん、ちっちゃさん、のっぽさんとちっちゃさん。ちっちゃさん見てる。ちっちゃさん泣いてるよ。はい、ということでこれからやっていきたいんですけど、はい、まあさっきお話しした通り振り付け師、うん、で俺は和樹のタレでちょっとおったことある、うん、全く知らない2人がいるわけです、うん、でも大振りはもう絶対大丈夫よ。お、絶対大丈夫。確かに。か今日の動画の見どころは正直です。おい、ふざけんなよ。おい、みんなが楽しみにしてる。マルチアングルで正直くんだけ置いてやめろよ。ダンサー界でもさ、その位置のファイルで正直くんの間違いが楽しみっていうファンがいるのよ。舞台とか初日見に行きたい。そうそうそう。舞台といえばですね、9月から全国でハロールーミーズ始まりますので、舞台ぜひヒットキングスのやつチェックしてください。はい、告知も入ったところで、はい、はい、で今日はですね、僕らシットキングス4人と BE:FIRST のメンバーはいないんですが、メンバーの人数分のダンサーが来てくれてます、うん、はい、どうぞー。イエーイ。あー、すごいいっぱいいる。ほら、はい、ダンサーズでーす。イエーイ。すごい、なんかテロップグループみたいで、ね、テロップで名前ポンって出てますよーっていう感じで、はい、和樹のタレに出てくれてる人もいるし、初めての人も。おお、そんなにいっぱいいるんだね。2人しかいないんですよ。BE:FIRST御用達のお二人。そうだ、まあこんな感じで今日はちょっとリハーサルをね、普通にお届けしつつ、まあできたらテレビ局に行く収録の日も回せたらなとは思ってるんですけど、今大人の事情確認中です。なんでとりあえず今日はリハーサルの映像をお楽しみくださいということで、いきますか。はい、いつものポーズ。はい、ね、嘘でしょ。泣くよ俺。3人は余裕よ。でこの辺もそわそわしてるけど、ちょっと光しかとして目つぶ、見ないようにしよう。見ないように信じる自分を。あ、いいよ、それいいじゃん、うん、全員目つぶって、全員目つぶって。怖っ。はい、いきますよ。どっち。オンエアでお楽しみ、はい、お確かめくださいということで、はい、それではリハーサルいきます。せーの、和樹の種。おおおー、あって、あー、あいつか。わかるわかる。今、すぐくね、どっちつかずな顔。はい、行きましょう。これは、もう今日の MC のっぽ先生。やば、こんな知らないんだけど。知らない、あ、忘れちゃってる。
いや、もう携帯かかってんじゃん。大丈夫よ。どうぞ。先生。構成ありきね。そう、あの普通の構成を、まずこの人たちを B 派として作れる。で、それをちゃっかり俺らが後ろで覚えてる。そうだね。そうそうそう。で、ここ入れそうみたいなとスッって入校しようよ、みたいな。どっちが下か、右手の下か。絶対違うぞ、そこ絶対違うぞ、入れそうなところに、ずっと外で賑やかしてる。もう出来上がってんだもん、だって、ね、みんなもいろいろいろんなバージョンやってるだろうからね、あんまり優先しないだけで、ね、これ友達がさ、6時から飲んでるからさ、うん、例えば最後はサビ覚える覚えるね。あ、そうでしょ、俺が、微妙に違うの。あーるーで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 カラオケで踊ってんなと思すげえな、これサビここね、めっちゃ足が難しい、多分正直できない。ダンタタダンふっかかれんせど、あ、唯一無二の勝利だね。おじさん、あたたも止まらないシャイニンはガガガガトゥイ。あーすごいね。これだけやから、毎回これか、それだけ入る俺ら毎回いいとこ取り。さあどうですか、ドラえもんおじさん。お、ドラえもんじゃないわ。ドラえもんじゃないわ。ドラえもんじゃないんだ、このドラえもんじゃないよ。なんか出してよ、秘密道具。秘密道具、うん、こんな振りが入らないときに使える秘密道具出してよ。助けてドラえもん。やめろやめろよ、本当に。今それとかじゃないんだよ、こっちだ。必死に振り覚えてんだよ。だから秘密道具必要じゃん。え、ドラえもん助けてー、タケコプター逃げちゃえおかげでくれよ。逃がしてくれよ。そんなんじゃ逃げれないわ。逃がしてくれよ。はい、真面目な奥に練習。ここでね、差がつくんでしょうね。おい、嫌だよ。今俺練習してたら邪魔だもんな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90
はい、いやいやもう本当にあのごめんね、絵的には振り付け師とあの完全なアシスタントの2人組だよ今。ただ YouTube 見てる人だった。今 YouTube 最近回数すごい稼いそうだ。最初から行くか、最初から行こうか。ちょっと遅くやって入れることを探るわ。あ、すげーツーツーチャ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 ラララワン1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
いや、ゴブリン、ゴブリンでしょ。迷惑、迷惑、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。そこに戻ってくるんだね、結局。うわぁ、オッケー、いただきました。これはね、入れないわ。本当にマジで入れない。一人でもギリギリだった。まあ、でもずっとストについてるのは微妙だと思うから、ソータがすごい感想とかで真ん中来る時とかにあのノッポと横並びで送ってほしい。うん、あ、これでやつ。マジか。あ、いやいやいや、そこのエモさは欲しくない。あ、OKOKOK。 じゃ逆に他のところで俺らが各メンバーとなんかこう、はいはい、2人でピックアップされて踊るところとか、はい、そっちの方が違う見せ方って感じする。なんか確かに今までとジュローの真ん中行かずにここに残ったりして、君がなんかこっち帰ってきて、うん、バーン、あーセンターずれたもんやとか、うん、で、こう来て、みんなちゃっ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 バー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 で出てきて、うん、こうらへん、はい、俺とジュノがついます。あ、ジュノここだよね。みんなセンター行くんですよ。おくらまんじゅうみたいな。ひろじくんのっぽがここで、あー、いいね。俺らの後ろだから。もうさ、りょうきとカズ、あ、キーキー、あ、
レオナポ。レオナポ。なんかもうさ、こういけたりしないの？かっこいい。あ、いいじゃん。ね。両家ここでちょうどいい。おお。すげえ。かっこいい。ちょっと両家後ろ。それ見込んで本番までならないと思う。ちょっとこっちに構えて。ってことは両手で。こっちに2人いるからさ、もうそっちにさ。出てきた時、カズキのターンでそれいじってなかったから。翔平君がめっちゃいかない。電話とか電話で電車かなんか改札みたいな。あ、やったね。またやろう。ファイル好きだね。もうここじゃん俺。え？一番言っちゃいけない場所行った。いや、いいっしょ、いいっしょ。いいっしょ。だいぶ今まで影響しちゃったよ。ここよ、問題は。ガンみたいな。でも素直に教えてって言われて、あくまで自分が教えてるからギリギリ残してる。ドンスカスカ、はいはい、ウクレレさん、人の振りに対して失礼。普通に聞き流した。庄司君が強く叩きすぎないか心配。ここだけシャイニングワンダー。パパ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 おう終わったー。バカみたいな声。バカにしてるでしょ。バカにしてるでしょ。そんな居酒屋行ってない。そんな居酒屋行ってない。なんか板前感。ほんとに。じゃ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 あ、違う。どれが正解じゃん。じゃじゃじゃせーの、うん。じゃ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 これやめて。なになになに、勝利君一人だけなんかこう。できたのか、これは。できた。で、あと俺らのは後で作る。そうだね。
リハーサル初日、一応あの湿筋がね、どう入るかみたいなのは完成しましたが、すごい。で、あと湿筋のオリジナルパートをちょっと確保することにしたので、はい、ちょっと次回のリハーサルで振りを作って、そうだね、打ち込もう、はい、しましょうよ、はい、よしよしよし、楽しい。でも楽しいね、うん、気持ち的にやっぱ一回ちょっとかじってると、うん、全然気持ちが違ったわ、多分俺よりすごいと思う。一番すごいのは田中先生、田中先生多分2人がトップにいて、次に俺がいて、その次にノッポもう時間でここまで落ちてしまいました。ソータとね、ノッポのここのエモいパートが、はい、湘南の湘南で湘南ね、指定関係がね、テレビで実現されるって話です。磯の匂いがしそうだね。え、磯の匂いがしそうだね。え、磯みたいな帽子かぶってね。そんな感じで、はい、続きがあるといいなとは思っておりますが、はい、あのテレビ局行けなかったらですけど、まあ、次のリハーサルでね、混ぜたら回しますんで、はいはい、じゃあそれではまた、せーの、カズキのタレ。カズキのタレ、ご覧の皆さん、ビーファーストです。はい、ということでビーファーストと一緒に練習です。で、何時でも OK。 あの、俺本番何するかわからないから。やばい、緊張感入れてないよ。それでは本番頑張りましょう、はい、せーの、カズキのタレ。